ということで始まりました DayTuber 最強を決める DayTuber フェス、いよいよ第2回戦に突入ですね。第2回戦の第1試合目はスバイランス VS ドラヤキということで、いやとんでもない戦いがまた見れるんじゃないかと思います。そして実況で私がまずデッドマンと、今回解説にフラッツさん、山田さん、川さんにお越しいただいております。いやいやいや、この死のブロックのそう死のブロックを抜けるのは誰かということで、じゃあとでまずね、意気込みの方をツバイランスさんからお伺いしたいと思います。お願いします。はい、まあ、実はねドラヤキさんとは結構昔から一緒にチエマをお互いがそんな有名じゃない頃からやってた仲なんですけど、なんかいつの間にか遠くにっていうような感じがするんですが、まあとはいえ僕も同じぐらいの強さあると思うので精一杯頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ次ドラヤキさん意気込み伺わせてください。はい、はい、本当に対戦するのが久しぶりで、ツバイさんも。あ、そうですね。そう、まあ、なんですけど僕はツバイさんのことを、まあ、尊敬しているプレイヤーの一人として挙げさせていつもいただいているので、今回はね、なんていうか、まあ、そういうの全部含めて自分のなんていうか気持ちとプレイをぶつけていきたいと思います。ありがとうございます。だからお互いリスペクトにあふれた感じのね、すごい感じですが、一番ギスギスしてないですね爽やかな感じです本当に。まあでもここからね、でも真剣勝負ですから泣いてもらっても。じゃあお互いでシャッフルお願いします。はい、ということで準備が整いました。そして本日もね、あのデュエーチューブ特製スリーブとね、特製プレマットでお話をいただいております。さあということで先攻後攻決めるじゃんけんの方よろしくお願いいたします。お願いします。最初はグーじゃんけんポイ。はい、ツバイランさんが先行。あんま喜んでないですね。もう淡々とします、集中してる。さあじゃあそれでは早速デュエマの方始めていきたいと思います。いいですか。それじゃあいくぞ、デュエマスタート。まだツバイランさんですね、うん、これデューチューバー全員思ってるんですけど、うん、この人は本当に人間じゃないなと常々思ってて、あ、人間じゃない、なぜ。やっぱりYouTube っていうのを真面目にやればやるほど、うん、デュエルマスターズに避ける時間は本来減るはずなんですよ。あ、まあまあまあね、だろうね。例えばドラヤキさんとかって、まあ、フェアリーがやってくれてるんですよね、うん、動画周りで。ああ、まあはいはい、そう、だから競技に集中できるわかるんですけど、うん、彼だけなんですよ、最前線突っ走りながら YouTube も自分で全部こなしてる人。ああ、なるほど。確かに両党でね。YouTuber としては、まあ、正直ツバイさんに頑張ってもらいたいっていうのはあるんですけど、うん、あ、なるほどね。一方、ドラヤキ選手、うん、我々の T シャツを着てもらってまして、今確かに、フラットゲームの、ね、あれ本当はですね、ちょっとフェアリーさんに来てもらう予定だったんですけど、うん、ちょっと不良の事故によりはい、はい、そうですね、なるほど、いろいろあったので、代わりにね、ちょっとドラヤキさんに来てもらってると、うん、なるほど。なので、なんですか、YouTuber としてはちょっとツバイさん応援したいんですけど、うん、申し訳ないんですけど、この試合はドラヤキさんの方に。なるほど、ね。はい、まあ、ということでね、お互いにデッキが今これチャージして大変ですね、はい、ツバイランスさんは。これが、いわゆる5色のジャオーモンと、はい、ドラヤキさんの方が、まあ、ライオネルスターのデッキ。はい。じゃあ僕、ドラヤキ選手のデッキまだ、はい、今初めて見たんですよ。はい、はい。実は1戦目がそう、そうそう、ちょっとインサート取ってて。確かに確かに。いわゆるライオネルスターのデッキですね。なるほど、はい。で、ゼロ、これはもう。ああ、順調ですね。ツバイさんもデドムスターとか理想的ですし、うん、ドラちゃんの方も、まあ、今のゲラッチョで1枚引きながらっていうのは、うん、いいスタートですよね。あと次ドラヤキさんが、まあ、コスト軽減のカード、セルジャスティス・スリジェンドか、まあ、ルペアエンキの封を、まあ、置けるかどうか、まあ、みたいなところが1個大きいですかね。そこ置けないとちょっとそうどんどん差開いてっちゃうんで。そうですね、まあ、最悪次の回にねジャオが飛んでくる可能性あるんで。そうですね、はいはい、これで4枚。ジャオンも捨てました。ジャオンも捨てた。ジャオンも捨てたことは、ジャオン以上のカードを入れたってことですよね。そうですね。そしてラフレルラブもマナに置いた。まあ、ジャオンも2枚みたいなパターンもあるんですかね、としたらね。うん、なるほど。まあ、確かに、1枚しか持ってこないですからね。わー、まずはセリジャスティス・リジェンド。十分ですね。はい。まあ、せんかく以上コスト1減らす。さらに、まあ、バトルと離れないよと、次のターンまで。ちょっとさっき始まる前にツバイさんと話したんですけど、はい、アルカディアスモブキングを出されてしまうとジャオウモンが打てなくなるので、正直かなり辛いというのは、ね、ツバイさんの、まあ、自身の、まあ、心象というか分析という感じで言っていたので、はい、まあ、そういうことになる前に、まあ、かなり早めに仕掛けたいんだろうなというのは、うんうんうん、まあ、もしかしたらもうジャオウモンあるいは使わないっていう、うんうんうん、切り捨てて、うんうん、なんか他のカードで受けようとしているところもあるかもしれない。それありそうですね。まあ
アルゴンを出されたらもう使えんからこのカードっていうのはあります、ね。まあ、その最初からそこは、まあ、ジャオウムはそんなにこう頼らずに、頼らずに、まあ、プランを組み立てようってことですね。なるほどなるほど。まあ、最速でいくと次ライオネルスターからいきますもんね。わけわかんないこと始まりますからね、急に。まあ、しかも後手で、まあ、手札1枚多い状態、さらにゲラッドで、まあ、ドローもしてるので、まあ、結構手札は、まあ、かなりこう匂いますね、正直ね。キャンベル置いてますからね、まだに。確かに。まあ、キャンベル以上のものはあるだろうと。チャージして5マナのターンですね、ツバイナーさんの。ここは結構時間を使って考えますが、ここでまあ仕掛けるのかどうかが一つなんかポイントになってきそうですね。さあ、ツバイナーさん、果たしてこのターンに行っていいのかどうかと。まあ、しかしやはりアルカディアスモーキング、まあ、簡単に出ますもんね、このドライカンデッキ。なんならそのシールトリガーでスロットのメモリーとかだと、殴った瞬間に出てきてしまって、はいはいはい、カツキングから拾った追撃のジャオモンが打てなくなるみたいなこともありますし、これツバイさん視点ジャオが打つのすごい怖いですね。あのステルジャスティジェンドで普通に、お来た、お、いいですね。しかし鬼が大王ジャオが自分のシールを全て手札に加える。わけわかんないになる前に、さあどうする、終わらせようと。さあどうする。さあしかしもうこうなったらもうジャオモンはまあ止まらないので、ここでジャオが出すのにジャオモン捨ててるってことは、もしかしたらジャオがを回収したのか、ジャオモン2枚やったのかっていうことですね。あんまり一緒に見たくない2枚がデゾムディ、そうですね、はい、そんな感じですね。ジャオモンあればあるだけ嬉しいと。さあ鬼が大王ジャオを出したが、ちょっとここで考えてますね、どういうふうに、まあ、攻撃するのか。1点から行く、2点から行く、ありますもんね。出るな、はいはいはい、なるほど。出るナムからアタック。さあ1枚、さあここでめくれたのもしかしてリンネビーナスとカツキング。多色マナ武装は達成してないのか。達成してないですね。はい、さあここでカッターのカツキング、まあこれで1枚手札に加えるが、まあ、ソセリザスティリジェンドは次の相手のターンまで離れない、出た時に次の相手のターンまで離れないので、まあ、バランスすることはできませんよと。さあこいつが出すと、まあ、ほぼ次のターンのライオネルスターがまあ確定するということで、かなり頼れる1枚。これでも強いところですよね。レピアイキルフも触りづらいカードですし、進化元がかなり触りづらいので、まあ、そこのライオネルスターの弱点を1個消してくれるというのが。さあここでこれジャオモンなさそうですね。そうですね、手札に加える、ここでジャオモンつながらないと、まあ、このいわゆる五色ジャオモンの一番得意パターンの、あのバラダミナシューラから、まあ、横にわーって並んでもう一気に革命1日から詰め切るみたいなことがちょっとしにくい状態ですね。ジャオモン我々の視点だけでもう3枚見えてるんですかね。残り1枚だから、残り2枚の視点で探しに行ったら、そのジャオモンでジャオモン落ちてしまって、はいはい、なんかつばさしても思ったより少なくなっちゃったなっていう状態ですよね。なるほどなるほど。さあここでパーフェクトネイチャーを手札に加える、そして山札に戻す順番を考えていると。まあ、ここは後で顔あのバラドミナシュが出た時にオニエンドで出てくるよということですね。さあ、出たを戻してアタックキャンセル。さあ、ここでこれはステージャスティステリジェンドにアタックしながら、おーミラダンテ12持ってる。さあ、ファイナル革命でこそ7以下の国と召喚できない、これはかなり厳しいですね。まあ、少なくともライオネルスターは出せないので、まあ、魂ならお茶を濁すぐらいしかできないのかな。これでターンエンドしたってことはジャモン持ってるんですかね。追加の情報があるのか、まあ、もしくはもう詰め切れないので、まあ、あとバラドビナシューラを普通に召喚してしまうと、はいはい、その今カツキングで仕込んだカードが飛び出してくるんで、うんうんうん、まあ、少なくともあのスティルジャスティリジェントダイレクトアタック通ることはなさそうですね。まあ、そうですね。であれをバラドで止める。もう一枚バラド出すとバラドからさらになるので、うん、まあ、トラちゃん攻撃しない方がいい可能性もありますよね。そうですね。さあここでまあ、クリア召喚止められてるので、まあ、やることとしたら魂をプレイする、うんうんうん、まだ一応ステリジャスステリジャでアタックする、まあ、みたいなプランが取れますかね。さあマナチャージから、はい、カネのメモリー、これもめちゃくちゃ強いカードですよね。さあしかしまた進化クリーチャーがちょっとダブついている。魂度もらえなかったですね。まあまあまあ、ライオネルスターを回収できたら、さあこれ一応アタックはした方がこれはいいんですかね。バラドビナシューラーが複数枚持たれていると、まあ、かえって打点が広がるリスクがあるので、そうですね、バラドでバラド出てくるからね。ああ下に行ったらバラドがもう一回出てきてというさらにそいつがもう一体仲間を呼んでってことですね。あ、行きました、ね、ミラダンテにアタック。えこれもミラダンテにアタック。これはマッコイターのマークを消したということですかね。バサラですかね。
すごすぎる。なるほど、はい、バサラの革命ゼロ能力で解体したシールド焼却っていうのを使わせないというつまり5枚の盾からフルにシールドトリガーを使うためにもう一旦あのステリジェスティジェ自ら処理した。おいすごすぎんだろう。なるほど。普通に俺理由聞きに行こうとしたもんなんでってこれはなかなかすごい。おおすげえなそれさしかしこれはでもこのミラダンテフェーズによってもバーストメジャー。さあマナゾーンからリンネが出てくる。コスト5以下のクリーチャー。うわーショートショットもあるだね。これすごいこと起きてますね。いやこれはでもこれなかなかの。えこれミラダンテテール部回収して出し直せるみたいなやつですか。そうですね。ちゃいますね。はい。カツキングで、まあ、自分のミラダンテテール部を手札に戻し、まあ、もしれないのでスピードアタックを得ているカツキングでアタックすれば。いやただショートショットマグナムがいるので、うん、正直そこまでする必要なさそうな気はします、うん、まあ、正直まあ詰め切ってもいいでしょうみたいな、まあ、そうです詰め切っても勝てるし。ただじゃあその時にまあどれくらい受けがまあ魂度は止まらないので、まあ、ロマネス戦記の風などなどがどれくらいあるかみたいな、ね、それだけかなりやばいですね、まあ、そうですね、まあ、いやこれ魂度もいいとこ出てますよ。その、ね、呪文止められてもクリーチャー止められてもまだある、はい、まだある確かにそうですね。さあバウンスはシャッフルなのでありませんでしたね。そうですやっぱり、はい、まあどうわー再び出てくる2だけやん日本一決定戦。うわすごい。おい止まらん止まらん大変なことなっているバラドミナ集落は山札の下からカースキング。うわーそして4枚目の世界で一番強いカフィーだやばすぎる。さあトリプルブレイク、まずロマネス戦記でショートショットを剥がさんことにはあーここで剥がさない、うんまあ、ショートショットマグナムがいるとこの攻撃中にクリーチャー出せなくなるんですよね。そうなんですよ。だからさあさらにジャオーモンでおかわりおかわりバラド下から出てきます。おお危ない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 。うわ強すぎる。結局出てくる2枚目おーやばいだろ。やばすぎるこの動き。おおすげえ。もうなんかさっきまでの性質のやり取りが一瞬でいやーめちゃくちゃだこれはそのまま駆け抜けてスパイラステッド勝利。何これ鮮やかな逆転劇というか決めきりましたね。いや素晴らしい勝負。じゃあちょっとまずは、惜しく負けてしまったドラヤキさんにちょっとお話を伺いたいと思います。はい、まあなんていうかまあ想定してたわけ。はい、なるほど。まあ、ミラダンテでぐるぐるされて短期まで届いたら負けだったので、うん、まあまあしょうがないかなって感じです。ちなみに1個聞きたいんですけど、あの、はい、スティールジャスティスティリジェンド自爆っていうのはどういう意図がありました？あれが、まあ、あそこでバトルゾーンにスティールジャスティスティリジェンドが残ってると次のターン、ツバイさんがハツキングを出して、ハツキングでダンテ回収、はい、でそのハツキングでジャスティスにアタック、革命チェンジアタックでこっちにスロットンがなかったらそれでもう1ターン貯めれるで短期を探しに行けるターンができてしまうっていうのだったんですよね。で短期を持たれてたらどうせ負けだったの で、うんうんうん、で相手がもしその貯めるターンを作りたいってなった時にそのハツキング出しましたミラダンテ戻しますってハツキングでプレイヤーにミラダンテで3点って言ったらそこの縦の3枚と、まあ、あの僕の手札からスロットンがあれば、はい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 、切り返しができるっていう状況だったのでそこの3点を来させるためにバトルゾーンに宛先を残さないために自分から自爆しに行きました。もちろんあそこでツバイさんにダイレクトアタックしてバラドビナシューラがなければ、うんまあ、僕の勝ちなんですけど、まあまあ、まああるわなってあの動きしてきたらあるよねまあネイチャー回収だったので、はい、ネイチャー回収っていうだからミラダンテだったので、まあそこはもちろんミラダンテ回収でとかだったらもうちょっと考えてるかもしれないですけど、まあ、そういうのもあって僕は自爆するタックル。いや素晴らしいプレーでしたね。あれもあら震えましたね。やばいですね。いやいや本当にありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ見事勝ちましたツバイラン選手にあの、はい、感想を伺いたいと思います。はい、まあ、結果的にすごい理想的な動きをして、うんまあ、きついマッチアップだと思ってたんですけど勝ってたんですけど、まあ、実は本当にここの試合は負けたくなくて昨日夜深夜に挑戦メンバー家に呼んでマジで寝起きで組んで深夜まあそんな夜更かししたわけじゃないですけど、はいまあ、2時間ぐらい2時間ぐらいに対するその勝ち筋のフローチャートみたいなの全部組んでまあその一番理想が通ったって感じです。なるほど。アクレスを使うプランとか、
マナ伸ばすかなとかいろいろあるんですけど、その中の一番やりたいことが、まあ、一番できたんで、まあ一安心という感じです。やっぱ今年やばいっすよ。いや、やばいっすね。やばいですね。やばいわ。執念が尋常じゃないっすよ。いや、すごい。でも素晴らしい。これで見事、次準決勝ですね。準決勝に駒を進めたわけですが、ちょっとそれに対して意気込みをお願いします。次だから山田さんか川さんってことになる。勝ったもん。マジ？はい。ちょっとメッセージお願いします。二人に。まあそうですね。まあどっちが来ようと、僕はもう今修羅をすでにくぐり抜けてそうだな、確かにそうだな、温まってるんで、どちらでもかかってください。いやありがとうございます。いや、すごかったですね。山田さん、川さん、いかがですか、ちなみに。いや、これもしかして勝った方がツバイランスとやらなきゃいけない。いや、やりたくない、やりたくない。修行罰ゲームの押し付け合いどうもしかしてくれ。勝ったら罰ゲーム、勝ったら罰ゲーム、ツバイランスとやらなきゃいけない。いや、まあでも全然全然。いや、もうでもね、はい、まあ、言うて言うてね、やる気はまんまなんで。はい、はい、ありがとうございます。プラスさんも何かありますか、今の試合に関して。まあそうですね、とりあえずプロモーション失敗ということだけ。フラットゲーミングね。いやいや、でもすごかった、よかった。いや、前めちゃくちゃよかったっす。よかった、面白かった、いい試合でしたね、はい、ありがとうございました。はい、ということでこんな感じでデュエッチャーフェス、まだまだ続きます。ぜひ今のうちにね、チャンネル登録よろしくお願いします。そして次の試合、ちょっとさっき言っちゃいましたけど、次の試合はこちらです。はい、ということで、はい、次の試合は山田さん対川さんと、ここにいる2人なんですけども。はい、意気込み直接かかっちゃうから、どうですか。どうすか。いや、もう、いい試合にしようね。そうっすね、もう、普通します。いや、目が怖い。はい、ということでね、次回もぜひお楽しみにしてください。ということで、本日の放送はここまででございます。また次回お会いしましょう。デュエルマスターズ、バイバーイ。